こんにちは、インセルです。本日は休みで、まあ、出かけようと思っていたんですが、結局家に、まあ閉じこもることにしまして、まあ掃除の続きを少しと、まあ、でちょっとまあメガネの紹介をしてほしいというのがコメント欄にありまして、メガネといってもあの今かけてるメガネじゃなくて、まあ過去にかけたメガネでちょっとだいぶほこりかぶってるんですが、まあ、以前にもお話しましたが、もうかなりフレームも細くて、はい、でもこのようにネジ締めてもダメなぐらいにもこの状態になってなっていまして、もうこれをもう数年以上使い続けてたんで、まあ、かなり物臭な性格が出てしまってたメガネだと思うんで、久々にかけてみますか。あのね、もうゆるゆるなんですよね、見て通り。ちょっとこのメガネ慣れてしまってるんですが、もうかなりフレームやっぱり細く感じますね。はい、今つけてるメガネも結構フレームちょっと太めなんで、まあ、それでもまあ普通の今、みんながかけてるようなメガネに比べたらもうかなりちょっと、まあ、私はオタクメガネって呼んでますが、もうこのフレームが細いやつ、まあ、今おしゃれ重視だとちょっともう少しフレームが太くて、まあ、そういう感じのメガネをかけていますね。皆さんあまりそういうメガネ私はまあ好みじゃないんで、この細いフレームのメガネをねかけてるんですが、いや本当に細く感じますね。もううん、すごいもろそうですから、まあ、これがそこまで高くなかったってのもあるんですが、今のメガネはやっぱりいいですね。最初かけた時はちょっと度がきついなと思ったんですが、やっぱ慣れてみればなんともないですね。でですね、まあ、この動画の前に、ちょっと生放送というかもう完全にテストなんですが、マイクとカメラの、以前紹介したウェブカメラ、まあ、このように、これも以前使ったやつで、カメラの台がない頃に、カメラを固定するために、使ってたんですが、部屋でもういつしか使わなくなって部屋に放置してたんですが、まあ、使い道があってよかったですね。でこのように、はい、基板丸出しのウェブカメラ、以前紹介したこうつけて、キッチンの横にちょっと出っ張りがあるんで、それにつけてこのように上から撮影するといった感じ で一番安かったやつなんで、もう1500円ぐらい前後の、はい、まあ、画質はもう見てもらって分かる通り、もうお察しの通りで、まあ、ひどいもんで、ね、まあでも画質はまだいいとして、問題はこちらもUSB に差し込んで使うタイプの、ウェブマイクですね。USB メモリみたいって言いましたが、それより小さいですね。完全になんかその Wi-Fi の通信機器みたいな感じで、はい、ここに一応カメラじゃなくてマイク部分があるんですが、まあ音声全然拾わないですね。これの600円ぐらいなんですが、もう全然もう音質が悪いというかね、一応最大拾う音量を最大音量にしてるんですが、もう全然、音質悪いわ、音は小さいわで、これちなみに600円ぐらいですかね。まあだから、ですから、2つ合わせてまあ2000円ちょいですね。ですので、配信環境としてはもう最安値。どんなものかってちょっと買ってみたんですが、まあ、完全にまあ2000円、損ですね、これは。まあ、ですんでね、ちょっと参考にしていただいて、この失敗を、もう少しいいのを買いましょうという。というかもうね、普通の人はもう、スマホ持ってるんで、もうそれで解決すると思うんで、私ちょっとガラケーなんで、ちょっと追加で買ったみたいな感じなんですが、まあ、スマホ欲しいなと思うときは、まあ、たまにありますね、やっぱり。まあ、こういうときもそうですし、まあ、あとアンケートに答えて、何かもらうとか、私の場合はカードゲームやってるんで、その参加賞とかもらう際にこのアンケートもらえたらもう一つ参加賞もらえるというのが、まあ、カラオケだともうできないんですね。その QR コード読み取れないんで、全然で読み取ってもその先のサイトに行けないというかいう感じで、まあ、多分なんとかすればいけると思うんですが、もう、はい、やってみたら全然ダメで、通話とメールしかしないとね、まあ意地は張っていないんですが、まあまあ自分そこまでも通話とメールすらそんなしないんで、ちょっとね、まあ、考えたいと思います。やっぱり月払う料金と釣り合うかって考えると、もう私の場合はあんまりそういうのを、まあ、触らないタイプなんで、ちょっとね、はい、躊躇してしまいますね。まあ、いつかはねスマホに、乗り換えられたらなと思っていますね。といった具合で、ちょっと暑いですが、皆さん気をつけて、ね、いろいろね、ありますが、今はまだ暑さ以外にも、ちょっと温度変化が激しいみたいなんで、今年ゴールデンウィーク、
気をつけていただいて、ね、ゴールデンウィークはね、相変わらずバイトですも忙しいですね。まあ、飲食店なんでね、お持ち帰りテイクアウトが多いんですが、まあ、普通にお客さん、家で店で食べていくお客さんもまあ相変わらず多いんで、大阪はなんか結構自粛してるって偉いみたいなことを言われてるんですが、私はまあぶっちゃけそんなそこまで思わないかなと、はい、思ったら休めないなと思いつつも、まあ、ちょっとその、逆に仕事があるのはまだ幸せなのかなと、まあ、思ってる側面もちょっとありますね。まあですんで、まあ複雑な気持ちでちょっと頑張りたいと思います。皆さん頑張っていきましょう。ありがとうございました。ゆずでした。